お疲れ様でございます。今日の総価学会について語るのコーナーですけども、まあ、こんなコーナーないわけですけどもね、まあ、創価総学会についての動画を紹介したいと思います、えー。高松7チャンネルさんということでね、これも人気の YouTube チャンネルでチャンネル登録者の方は18万人いると。普段政治のことを扱っているのかなっていうふうに思ってましたけども、今回はあの、お笑いタレントの長井秀和さんをお迎えして、 創価学会についててねとしるそんな動画になっております動画概要欄に付けておきますのでよろしかったらね今回は宗教2世問題についてね長井秀和さんなりの視点でお話しくださってるんでご覧いただきたいと思いますこの宗教2世問題って他の宗教組織にもやっぱり起きうる問題であってねこの動画を見て私が感じたのはあのやっぱりエホバの証人さんと似てるところがあるなていうところですよねまあ、というのががおお父さんお母さんん母 この総価学会に入っている、もしくはエホバの商人だったっていうご家庭ってのは、生まれた子供には何の選択肢もないまんま、エホバの商人であることを義務付けられたり、総価学会の会員として振る舞うことを義務付けられたりとかして、その他の選択肢がないってことなんですよね。で、長井秀勝さん自身も語っておられますけども、似たような思いをされてる方もね、たくさんいると思うんですけども、成長期を迎えて思春期を迎える段階で、あれなんか、 うちの常識って世間の常識と違うぞどうなってんだこれっていうふうなねギャップに苦しむとでもそのギャップに苦しんでも自分の人生の選択肢をじゃあね創価学会以外には求められないっていう苦しさがあると思うんですよ もちろん、創価学会の会員でいることによって、守られている部分もあるんですけども、しかし、言われのない迫害を受けたりとかですね、友達とうまく交われなかったりとかして、やっぱりこう、孤独感に苛まれて、で、孤独だから余計に創価学会なり、ヤフバばの商人に、えー、のめり込んでしまうっていう風なね、まあそういう風な、いわゆる洗脳状態に、まあ、入ってしまうっていうのが、宗教の、まあ、泣かせるところなんですよね。まあ、つまり、どの宗教団体も、この宗教をやめたら大変な目に遭うよ、と。 だからやめない方がいいよと実際今宗教をやってきて宗教をやってない人とのそごが生まれてるでしょでその原因ってのは世の中にあるんだっていうふうにまあ展開していくんですよねだから宗教としての価値観を持ったまんまその他大勢の宗教に価値を重く置いてない人との融和ってのを考えるよりも引き込もう引き込もうとするわけなんですよつまり宗教やってない人の方がおかしいんだから総学会に入るようにやんないとダメだよって信心が足りないよとかね エフバノ商人にもっともっと、ね、入れていかないとあなたが罰せられますよみたいなね脅迫観念が出てきたりするわけなんですよでも実際すごく気の毒なのは創価学会を辞めるとかねエフバノ商人を辞める実際どうなったかってことが想像できるってことなんですよつまり創価学会やエフバノ商人その他の宗教の2世として生まれた人は脱会した人がどんな目に遭ってるかってことを見るわけなんですよねで最初は やめるんだからそのぐらいの目にあっても当たり前だよねと。だから宗教にずっと入ってた方がいいよねって思うんですけども、でも自分なりに感じた違和感から自分がやめてもこんな目に合うのかなと。昨日まで仲良くしていた宗教の会員の仲間、えー、先輩する、あ、先輩、尊敬する先輩方とかね、時には家族、兄弟が自分に刃を向けてくるんだと思ったら、なんかその、 宗教心を持ったふりをしなければならないっていうのうなね、途中から精神を分立する、まあ二律廃藩みたいな感じに入っちゃうわけですよ。で、それがとっても苦しいんじゃないかなと思いますし、で、それこそが信人で乗り越えるものだって言われたら、もう行き場がなくなっちゃうわけですよね。だからその悩みにきちんと寄り添ってくれるような宗教組織であってほしいなと思うわけですよ。つまり、辞めるという選択肢もあるんだよと。それは仕方がないよねと。金魚だってね、あの、 自分の合う水ってのがあるわけだから、自分の合わない水で泳いじゃうと、苦しんで死んでしまうことになるから。宗教に入ったがゆえにやめられなくて死んでしまうってことになってはいけないんで、自分の幸せを求めるために、もしね、この宗教が必要ないと思うんだったら、それはそれで選択肢としてあるよね。そんなことで神様はあなたを罰したりしないよっていうふうに包んでくれたらいいのになって私は想像するんですけどもね。で、今回の動画の結論として私が思うのはね、 創価学会や公明党についていろいろと私も YouTube でコメントする中でお前みたいなよく知らないやつが言うなっていう人もねやっぱり出てくるんですよ、ね。これっていうのは恐ろしい排他主義なんだろうなとちょうど大東亜戦争でね昭和16年から昭和20年ぐらいまであの非国民っていう言葉がありましたけどもあれをそのまま使ってるんじゃないかなと思うんですよ。でもしくは逆に 大東亜戦争で一億玉砕みたいなね、意思統一を図るときに日本国民を強い洗脳状態に陥れた。それは宗教ってものから取り入れたノウハウだったんじゃないかなっていうふうに、まさにね、うん、命を重んじるべき宗教が命を最も軽んじていた。そんなね、えー、なんか、不条理に、まあ私はちょっとね、今回触れたかなって気がしますね。長井秀勝さんも総科学会にいて、うん、なんか、 ハッピーだったらやめてないわけですし、悩んでないわけですよね。まあそういった宗教二世の問題。自分で選んでその宗教に入ったんだったらまだいいんですけども、子供たちは選択できないまま、いわゆる親のエゴによって無理やり連れ込まれたっていう状態で人生を棒に振るってこともありますからね。まあその辺についてまたね、私も考察を深めていきたいなと思いながらの今日の動画でございました。それではよろしかったら動画概要欄から、ぜひ直接ご覧ください。それでは。